スニッチ、今週のテーマはジオパークって何？日本ジオパークネットワーク全国研修会。ジオパークをご存知ですか？ジオパークとは、地球の自然に親しみながら、その成り立ちや仕組みに気づき、生態系や人間生活との関わりを考える場所です。三陸地域も平成25年に日本ジオパーク認定を受けて、ジオパーク活動が進められていますが、今年10月、三陸ジオパークで第5回日本ジオパークネットワーク全国研修会が行われ、ジオパークガイドをはじめ関係者がジオパークと自然災害をテーマに研修を行いました。ただ単に地質を研究するということではなくて、それをまちづくりであるとか学校教育で、そういうところにこうつなげていっていく。一般の観光ツアーの時もどういうふうに災害が起こるかというのを事前にこうツアーの中で説明していくことによって、その地域だけではなく幅広くですね、災害についてこう認識してもらうと、そういう意味も含めて今回研修会を行っています。全国各地では多くの関係者がジオパークに熱心に取り組んでいますが、今回の研修会に参加している皆さんは最先端でジオパーク活動を支えている方々です。ジオパークをもっと活用していこうっていう声がですね、非常に多くなってきているということですね。外国の方がですね、多くなっているの気がしています。そういうことで受け皿をしっかりしていかないといけないというふうな動きもですね、活発化してきていますね。防災のことをですね、伝えていく役割を持っているジオパークだなというふうに思いました。ジオと言いますとすごく難しいイメージがありますし、大地の歴史とても長くて難しいかなって考えている方多いかと思うので、誰でも分かりやすいような内容をご用意してました。浄土ヶ浜の魅力見つけていただいて、掘り出していただいて、また来ていただければなと思っています。ジオパークは地域資源を再認識できる場。皆さんもジオパーク活動に触れてみませんか？岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。